おはようございます即課塾の久保でございます、まあ、この時期ねいろ、えー、んな塾とかコンサルのセールスが続くのは、まあ、年末年始だからでしょうね皆さんの心の隙間にセールスっていうのが入り込んでくるわけなんですよでもビジネス得意になろうと思ったらビジネスを学んでいてはダメなんですよねこれ意味が分かんないと思いますけどもあのビジネスとか商品の作り方を教える塾ってのはいっぱいあるんですよいっぱい出てくるんですよところがですねやっぱり発信力を鍛える っていいう塾はないんですよ要するに媒体集客ができなくて多くの方はビジネス失敗するんですよね、まあ、そういう時に塾の,そのコンサルティングとか塾の販売者っていうのが集客力がないといけないんですよで広告を使ったりとかねやっぱ集客力に、まあ、集客力がなければ広告使うしかないんですけどもやっぱ広告っていうのがあちょっとくせので自分にもう影響力があったら広告なんて使わなくていいわけなんですよねまあ私の場合は広告を全く使わずにここまで来ましたんでそれが本当にそうだなと思うんですけども日々発信をして いて日々、えー、気づきのあるようなね、えーまあ、動画ですとかメールマガジンを出しとけば自然とそこにファンがつくわけなんですよ。 例えば大手ブロガーとかねメールマガの人気者っていうのは広告を使わずにどちらかというと自分の発信力によってファンを掴んでるわけなんですよね、まあ、こういうことを学んでいかなくてはならない要するにビジネスを学ぶってことは集客力を学ぶってことなのになぜか集客を教えるところってないんですよそれは情報発信者の集客力があまりにも低いからだと思うんですよね、まあ、一つの仕様としてはじゃあメールマガジンの読者さん何人いるのかなとかね LINE アットの登録者さん何人いるのかなとかねで YouTube のチャンネル登録者数さん何人いるのかなっていうふうに 測ってみればすすごく簡単だと思いますただね、やっぱり LINE アットの人数っていうのは客観的に分かりにくいんで、これ,これだけいますよって言われないと分からないんですよね、メールマガジンの読者さんもそうです、客観的にすぐ分かるのは YouTube のチャンネル登録者数なんですよ。 やっぱり今の時期、ですね、えー、何かの塾とかあ何かのコンサルティングをやってる人が YouTube をやってないってことはもうすでにこの人は売れてないと判断した方がいいです。YouTube をやってないってことはビジネスをやってないのと一緒なんですよね。その中で YouTube をやってない人は論外にしても YouTube をやってる人の中でチャンネル登録者数が、ね、何人いるのかってことが客観的に分かりやすい指標だと思うんですよ。やっぱ数百人とかでは全く学ぶ価値がなくってやっぱり、ね、数千人レベルとか数万人レベルになってこないとなかなか、ね、集客力っいうのは学べないんじゃないかなと思いますよね。 私の側家族はやっとね1万人ぐらいになりましたけどもこれもやっぱり10年かかるわけなんですよ、うん、私のペースで10年ですねまあですんで半年とか1年ぐらいやっただけではなかなかあチャンネル登録者数っていうのはね、えー、かなりの 影響力がななないのかなと思いいととかかの思ますけど、まあ、皆さんはね YouTube をやられていない方もいると思いますけどもビジネスをするんだったら一番最初に開くのは YouTube というプラットフォームであってそれが次に狙うのは YouTube のチャンネル登録者数の獲得なんですよねこの YouTube のチャンネル登録者数の獲得っていうのは当然ですけども視聴者に限界がある以上視聴者っていうのはね限りがありますから視聴者に限界がある以上チャンネル登録者数の10万人規模が やっぱりね1万人とかでできちゃうともう入る余ューがなくなっちゃうんですよそういう意味でも、まあ、ギリギリの勝負を、ね、していかないといけないのかなと思います、えー、あなたはですね YouTube の方やってるでしょうか YouTube で チャンネル登録者数というね網を張ってないと今後 YouTube のチャンネル登録者数は獲得が非常に難しくなると思いますまあ,あ,あそういうことをね準備しながらああいろんな塾をね選んでいただいたりとかそれからやっぱり YouTube ってものに、ね、力を入れているそういうコンサルティングを選ぶことが寛容かなと思いますけども皆さんいかがお感じでしょうかそれでは本日は以上です